どうも、なおちんです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はファクター厳選の前にぜひやってほしいことを紹介します。皆さん、ファクター厳選やってますか？かなり時間かかりますよね。その時間を少しでも短縮できる方法がこれです。必要なものが、これですね。ファクターのマスターグレードです。このファクターがついた装備を追加投入の素材に使うと、レアファクターの確率が 10% 上がるというやつですね。このマスターグレードの装備を作りましょう。で、作るにあたって3種類作れば OK です。マスターグレードは3種類作れば OK ですね。それが追加素材として入れたときに、ステータス系とサポート系、特殊系、3つありますよね。その系統1つだけを、確実に伸ばせるやつ。それを、作っていってください。俺が作ってるのは、フォースソードですね。これは、ステータス系が上がって、サポート系、特殊系が下がるやつです。で、さらに、確率が 30% 上がるものですね。それと、これも作ってますね。グリズリークラップス。これもファクターの、つく確率が 30% 上がって、特殊系だけが伸びて他が下がるというやつです。で、あとサポート系も作ってて、サポート系はミスリルメッシュにしてますね。これも確率が 30% 上がって、サポート系だけ上がって、ステータス特殊系は下がるという感じです。はい。この系統を確実に上げるっていうやつを作っておくといいですね。で、素材にするマスターグレードをつける装備ですけども、複製ができるやつにしてください。複製ができないと意味がないので、フォースソード、これ複製できます。あ、このイグニートソードとかも、30% 上がっていい感じの武器でした。まあ、フォースソードですね。で、グリズリークラプス、これも、複製ができます。で、もちろんミスリルメッシュも、複製ができるようになっています。まあ、これを素材として使っても、一つ残しておけば複製をして、またマスターグレード装備をたくさん作れるという感じです。複製は絶対できる装備を作ってください。そして、ファクターのマスターグレードですけども、あれは特殊系で、つくことがあります。イグニートソードあたりでやりましょうかね。特殊系を伸ばすには、矢尻エビ。これが、一番ベストです。魚系が一番伸びて、で、さらに矢尻エビはお店で買うことができるので、これがおすすめですね。俺は4つ入れて、まあ、90% ですけども、ほぼ成功しますので、これをとにかく繰り返す。っていうことでやってます。もしくは、シルバー、アイアン。あのあたりでもいいと思います。あー、違うな。ほんとね、なかなかつかなくって、マスターグレードって。まあ、運なんでしょうけどね。つく人はつくんだろうけども、俺はね、運悪くて、2、30分しないとつかないこととか、結構あるので、つきませんね。まあ、とりあえず、矢尻エビを4つつけて、実行していってください。そしたら、そのうちつきます。で、俺は、毎回ね、お店で、矢尻エビ買うのがめんどくさいので、シルバーとアイアンも持ってきてやってます。そうすると、サポート系も一緒にね、伸びちゃうんですけども、特殊系もマックスまで行くので、まあ、運が良ければこっちでもつくっていう感じですね。とりあえず、俺は、矢尻エビ20個と、シルバー20個、アイアン20個。をすべて使い切って、お店でまた買ってっていう風に繰り返してます。それでも何度もやらないといけない。本当につきません。はい。お店で終わったら、創造の玉ですね。と、矢尻エビと、あと石ですね。シルバーか。これを買って、また再挑戦っていう感じでつけます。まあ、すごい時間かかるんですけども、後々のね、厳選を考えると、まずこれは絶対にやってた方がいいと思います。はい、ということで今日はファクター厳選の前にやってほしいこと、いきました。マスターグレード絶対つけてください。これがあると、50% 以上の確率かな？で、レアファクターがつくので、
すごくね、早くなります。厳選が。なので、まずは、ちょっと時間かかるんですけども、やってください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。